にちは、マリンです。今日は商品の購入したものの紹介になります。楽天から買ったものと、あとセリアで買ってきたものがあるので、でもね、そんなにいっぱいはないです。それにはこれすごいとかっていうのはないと思いますとりあえず買ってきたから一応動画にしてみました。はい、じゃあまず最初に楽天でね買ったものが届いたんですけど、開けてみようと思います。何を買ったかっていうと、イヤホン買いました。イヤホンちょうど壊れたりしてたし、あと純正のというか、スマホ iPhone なんですけど、 iPhone 買ってきた時についてきたイヤホンって全部子供にあげちゃってるので自分の分がないみたいな感じなので、はい、本当はショップに行ってね選んで買おうかなと思ったんですけど、楽天のポイントが溜まってたのでそちらで買いました。あ、今開けちゃった開けちゃった、ここでおもむろに開けてしまった。まずね、箱に入ってたのがこちらです。じゃじゃん、イヤホンです。まあね、いろいろね、あの好き好きがあると思うので、ちょっとこういう形買ってみちゃったんですけど、金額は2000いくらかな後でここにやっときます。こんな感じで入ってました。きっとね、これがあれば便利なんですよもう仕事中の、あの仕事中じゃないな、仕事の日、あのお休み時間、昼休み時間とか空いた時間使って動画作成とかするときあるのでやっぱりこれないとね、皆さんにね、私の声が、はい、マリンですとかっていうのが日々を際立っちゃうので恥ずかしいと思って、あ、こんな感じですね。かわいいピンクゴールドなんですよ。ちょっとね、こういうの嫌だっていう人もいますけどね、ちょっと試しに買ってみました。かわいいです、ピンクゴールド、かわいい。ここにちゃんとありますね。これを使って快適に過ごそうと思います。あとが楽天のね、やっぱり前も紹介した楽天ルーム、これもお友達に載せてもらってそこから買いました。あとそうだ、アプリ、いいアプリがあるよっていうのを紹介するって言って、まだ動画作ってなかったんですけど、そういうのを使って毎日楽天ポイント10ポイント必ず10ポイントくらいは貯めてるので、もうチリツモです、チリも積もればってやつで、毎日やれば月300円くらいはね、あのポイントでいただけるし、結構ね使ってると、あれ今日このくらいポイントもらえたんだって時もあるので、でまたそれはね近いうちにすいません、待ってる方いたらごめんなさい。で次買ってきたのがセリアです。セリアでね買ってきたものは本当にちょっとですよ。今回ねクリスマスのタペストリー的なものを買ってみました。じゃん、グレーのシンプルな、これをねちょっと壁のところにかけてみようかなと思って、なんかクリスマスって赤緑とかそんなイメージなんですけど、うん、あんまりこうお部屋の中はねガシャガシャしたくないので、ちょっとシンプルな感じのグレーを選んでみました。あとほんとね、あと2つですあと2つ、もう1つは室内消臭芳香剤です。こちらですね、これ私好きで使っていつもセリアから買ってて、やっぱカラフルで可愛いんですよさっきはゴシャゴシャしたくないとかって言ったんですけど、これはね、あのそんなに色が混ざってても変じゃないので、特にねトイレとかでも使ってるんですよ。
可愛いなと思って買ってきました。そう、可愛いなと思ってというより切らしてたので買ってきて、たまたまあのウェルシアとか行った時にも見たんですけど、この透明な粒だけのとか、あとこの青と白、青と透明の粒のはあったんですけど、こんな感じでね、いろいろ入ってるのはなかったので、やっぱりアセリア行こうと思ってセリアから買ってきました。後で入れたいと思います。あとね、あと一つですこれはねスーパーにもあるのかなと思うんですけど、じゃん、皿うどん。これすごく美味しいですよね。食べたことある方いますか？これ結構皿うどん系のもの好きです。あんかけね、野菜炒めてあんかけ作ってチャーッと乗せるだけなので、意外と買っとくと便利かなって感じで常備してるんですけど、これを2つ買ってきました、うん、これ美味しいですよ。何でもいいです。こんなうちに作るときこんなにエビなんて入ってないんですけど冷蔵庫にあるお野菜で十分です。在庫一層セールしたい時ないですか、冷蔵庫の。そういう時にね、全部炒めて、うん、片栗粉でねとろみつけて、ちゃっと、多分これ調味料入りですね。ちゃんとスープとか入ってるので、あとは自分の味にしとければいつも通りに作ればいいし、この調味スープの味を見ながら自分でね、ごま油出したりとかすればいろいろ美味しくなるので、これは本当にこの間母親にも勧めてそしたら買ってきましたね。でもまだ多分食べてないと思います使い慣れないとね、なかなかやらないみたいなので、うちはもう早速使います。これだけなんです、今日買ってきたものって。なのでそうですね、この芳香剤ちょっと詰め替えるところも動画にしてみようかなと思います。じゃあ今から詰め替えしていきたいと思います。ただ容器にジャーッと移すだけなんですけどね、はい、まずこれ開けますね。線書いてるけどハサミで切ります。チョキンチョキン切ります。切りました。開けます。あ、もう香ってますあ、ちょっと直で嗅ぐと臭いです。臭いですとか匂いが強いですシャボンの香り、石鹸の香りっていうのかな。これ最初買った時この容器に入ってたのでずっとこれ使ってるんですけど、これね、玄関だったりトイレだったりいろいろ置いて使ってるので、あ、怖い、あー怖い、こぼれないでね。チャラ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 、すごい可愛いでしょ。はい、いっぱい入れました。可愛いんですよ、これキラキラして。前透明なのだけ使ってた時にお皿に乗せて飾ってたら、うち結構あの玄関とかに天然石お皿に入れて飾ってるんですけど、そこに並べてたら、あ、綺麗、これ何って言われて、石だと思われましたいや消臭剤だよって話を。ね、たま多分これ鮭フレークかなんか入ってた瓶なんですけどね、ちょっとまだちょっと洗って水入ってた。全然ここにねマスキングテープとかでピーってやって可愛くしても全然いいんですけど、このまま使います。こっちの色の可愛さを引き出したいのでこのまま入れます。あー可愛い。小さいお子さんいるところはね、これ食べないように気をつけて、かわいいでしょ、うん、気をつけてあげてくださいね。でここにラップとかやってね、プチプチ穴開けてやるのもかわいいと思いますよ。
ではちょっとねこれあまりにも蓋がないとね、蓋閉めちゃうと、これについてた蓋閉めちゃうと全然匂わないので、ちょっと消臭剤をね、なんだろう、こんな感じにしたいのでラップを使いたいと思います。ラップ二重にした方がいいかな。はい、ラップをねとりあえずかけます。かけますじゃないね、ラップ1枚でいいかな、1枚でいいかな、ちょっと1枚でいいかな、はい、後で切ったりするのでこのままピンと、取れないように輪ゴムで、あ、できない、えい、はい、輪ゴムでピンとしました。これだけだとねちょっと全然可愛くないので、ちょうど何でもいいと思うんですけど、レースがあったのでなんか変、せっかくかわいいのに、こういう作業に入ると言葉が出ない、口数が減るという。どうですか、かわいいでしょリボン、ちょっとこのひらひらがね多いので切っちゃいます。もうここは適当に切ります。こっちも切っちゃいます。それでくしゃくしゃなってるのでこんな感じですね。ここは長いかなと思ってここだけ切ります。です。そしたらここを穴開けないと意味がないので爪楊枝持ってきました。プチ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 、あ、結構大きな穴開いてるあ、失敗失敗、穴開いちゃった、もう一回やりますもうこれあれですね、動画あるある的な何回も撮り直しするという、テイク1とかテイク2とかやらないですか、私結構ありますよえい、こうねピンとしすぎたのもダメなのかな、こうやってラップ二重にしたいと思います。これで失敗したらテイク3 あ、テイク今2なのでテイク3になっちゃいますね、はい、じゃあリボンを結ぶ前にもこのひらひら破いちゃうって変だね、切っちゃいます。ここはもう目で、先に穴開けよう、開けちゃいます、慎重に、こっち、あ、今度は破けてないですうん、匂いも、あ、怖いな、真ん中を先にやればよかったのかな、ちょ
と真ん中多めにして1個だけにしよう。鼻プチプチ見えないかもしれないけど開きました。ここにさっきみたいにリボンで結ぼうと思います。ゴムが出ている。無言ごめんなさい、無言です。お裁縫とか好きだけどちょっとこういう細かいのどう違うんだって感じなんですけど、これでいいかな、可愛いと思う。気をつけてあげてくださいね。これは玄関かな、トイレとか玄関とかに置こうと思います。はい、あとはちょっと片付けて、はい、今日の購入品紹介は消臭剤とサラうどんクリスマスのタペストリーでした。はい、はあ、いっぱいあとイヤホンですね。はい、じゃあまたもし何か買った時は動画にしたいと思います。ありがとうございました。